皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログの投資です。中学1年生の数学1日5問問題練習の9日目です。この動画は毎日5問ずつ問題を解いて数学の力をつけていこうという動画です。では問題を見ていきます。四角1、次のを計算をしましょう。括弧1、12+15割る括弧5-2、足し算と割り算と括弧の入っている計算ですね。この場合は括弧の中の計算を一番先にやりましたね。ですから 12+15 割る括弧の中5-2で3ですから15÷3、こうなりますね。今度は足し算と割り算の計算になりました。この場合は割り算が先でしたね。ですから12+15÷3は5ですから5と、ね、で12+5は17、ね、このように答えを出すわけです。括弧2番5分の3+3分の1、分母が異なった分数の足し算は通分して分母を揃えました。5と3の最小公倍数15ですから分母を15に揃えます。5分の3は15分の、5を3倍して15になったので、分子の3も3倍して差算が9になりますね。足す3分の1も同じように15分の、3を5倍して15なので分子の1を5倍して5になります。これで分母が揃ったので、15分の分子だけ足し算して9+5で14、15分の14が答えですね。括弧3番、5分の2割る4分の3、分数同士の割り算は割り算を掛け算に直して後ろの分数を逆数にしました。ですから5分の2かける後ろ4分の3の逆数の3分の4になりますね。ここで約分する部分はないのでこのまま計算します。分母5、3、15、分子2、4、8となって答えは15分の8です。次です。四角2、これが4番目の問題です。下線部に数字を書きましょう。1、ある地点から東へ2km、これをプラス2km と表すと、ある地点から西へ 5km は、これ東がプラスの数になっていますから、東の反対の西は負の数、マイナスの数になります。ですから西へ 5km はマイナス 5km、 こう表すわけですね。2、今から10分前をマイナス10分と表すと、今から15分後は、前がマイナスの数で表したので、15分後の後というのはマイナスの逆の符号、つまりプラスをつけて表します。そうするとプラス15分、このように表すわけです。四角3、これ5番目の問題です。次の事柄を負の数を用いないで表しましょう。つまりマイナスの数を使わないで表すということです。1、マイナス300円の支出、これを負の数じゃなく表す。まずこのマイナスの符号をプラスに変えて、プラス300円の後ろの言葉支出、支出というのはお金が出ていく方ですよね。これを反対の言葉、お金が入ってくる方の言葉に変えます。お金が入ってくることを収入と言いますから、プラス300円の収入、こうなるわけです。これ2つとも同じことを言っているんですけれど、負の数と正の数で表しているんですね。2、マイナス5キログラム重いと、ね、
ではこの負の数をプラスの数に変えます。プラス5キログラム。後ろの言葉、重いの反対にします。重いの反対は軽いですから、プラス5キログラム、軽いと、こうなるわけですね。よろしいでしょうか。今回は小学校の計算の復習と中学校の正負の数、この問題について説明しました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。